YouTube じゃなくてちゃんとしたカメラで話すの初めてかもしれない。おばんざい。おばんざい。やりました。元気。元気ですよ。どうぞ、はい。座ってください。どうぞどうぞ。改めまして、遠藤康人、コーチです。コーチです。コーチです。そうですよ。コーチですよ。コーチですね。おばんざい世代の。おばんざいぶっこんでくるね。だからちゃんと話したのはまあ去年のジュビロの時に YouTube で行ったのと、まあハシピーの引退の時ちょっとだけ話したのと、あと1月の末に俺が沖縄に行ったから、はいはい、キャンプの時ね、キャンプのね、まあそれ以来か、うん、そうね、嬉しいやろやっぱ俺と話すね、うん、嬉しいわ同世代近くにおらんからもう、あ、そっか、そうそうそう、まあ俺らはまあ今年45の年です、まあやったら来年よ、ね、45やけど早生まれやから、うん、J リーグがまあ30年経って、はい、まあ、31年の中で、うん、開幕したのが1993年、うん、中学校2年生中2、はい、どういうふうな感じで J リーグ見てた？中2の時は、うん、そもそもそのプロがどんなのとか知らんし、うん、そうね、まあ、J リーグができて開幕します、うん、でヴェルディとマリノスとの試合を家でテレビで見て、うん、何このすごいなって思ったセレモニーもすごかったし、あ、そうね、試合も面白かったから、うん、お客さんもいっぱい満員で、うん、やっぱすごいなって思ったのが第一印象、うん、ああいうところでプレーしたいなとも思ったし、うん、なんか J リーグってなんかこう、あ、憧れというかね、うん、なんかこう目標の一つができたみたいな、うん、そうね、感じで見てたかな。だからサッカー始めたのは、まあ、鹿児島で、桜島で、まあ、ちゃんと始めたのは小3から小3、うん、9歳の時かな、だから、だからまあお兄ちゃん2人いてまだなかったわけやん、J リーグとかっていうのも、うん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 、じゃあ何を目標にさ、最初やってた？いや、俺でもね、プロのサッカー選手でご飯食べたいと思ってた。プロは J リーグに日本にはなかったのに。なかったけど、ワールドカップとか見てたから、めちゃくちゃ見てたから。90年も見てた。その前も。イタリア大会もね。うん、今でもイタリア大会からよく覚えてる。うん、だからそこで、ああいうワールドカップ出たいなとか、なんか漠然と思ってた。じゃあワールドカップみたいなものはあったんやな、じゃあ。でも日本には J リーグがない、うん、そうそうそう、でもなんかサッカーしながら、うん、みたいな、うん、プロのサッカー選手になりたいっていうのはなんかこう漠然と思ってて、 J リーグができて、うん、でまあ J リーガーになりたいっていう、うん、92年ナビスコカップ決勝戦、うん、ね、ヴェルディ対エスパ、うんうん、ヤスさんとカズさんがキャプテン、あれもあれでやっぱすごかったし、うん、J リーグが始まる、うん、次の年、うん、目標ができたと、まあ、目標ができた、なんとなく目標ができて、うん、俺次男がさ、うん、そうか、そう、すぐその後すぐプロになるから、あれ、秋さん何年に入ったんや？俺の4つ上やから、だから高2の時にできたんかな、 J リーグで高3でプロ行ったから、あ、もうじゃあ近かったんやな。そうそう、近かったよ。だから兄貴が行く行かないっていう話も聞いてたし、で兄貴が行きました、うん、いや、それは俺も負けられへんやろみたいな、そらそう、俺も行くわみたいなんで、だから中3ぐらいの時にはもうなるぞみたいな、うん、早いな、やっぱそうそうそう、だからそういう環境はあったから、うん、だからなんかより明確な目標になったかなっていう、近くにいたんやな。そうそう、俺はありがたいことに、ね、そうそう、近くにいたから、で、あのゾノとか前蔵さんね、 それこそ上昇寺とか、もう知ってたから、ちっちゃい時から、あ、そのそうそうそう、もうちっちゃいの知ってた、そう、知ってたね、俺小学校低学年の時からね。じゃあもうね、その選手たちが J リーグ出て活躍して、活躍してすごいなっていうのもあるし、ああいう人たちになりたいなと思ったからね。ウリューゲルスに決めたのは高3、高3のどれくらいかな、うん、もう10月ぐらいじゃない、10月、11月ぐらいかな。もう何チームじゃあ来てましたみたいなの先生から教えられるの？
何チームかからは来てるよとは言われたけど、うん、そのどこっていうのは聞かれてなくて、うん、まあ反強制やね昔で言う、まあそうね、お前はここでしょ、あ、まあ、昔はね、俺らしゃみたいなね、もうほぼそれ。でも俺フルゲルス好きやったから、あのフルゲルスは準ホームみたいな感じで鹿児島に来てたやんな。そうそうそう、それでも好きやったし、うん、ゾノもいたし、その時はね、まだ、だから好きやったから、うん、全然フルゲルスで納得の感じやったけど、うん、なんか他のチームってどこやったんやろみたいな、あ、え、結局知らず、知らず聞かない、聞かない、聞かないって聞かないというか言わないね、簡単にそういう関係やったから、そうそうそう、だからなんかこう自然とフルゲルスみたいな、そうそうそう、おばあさーい、いきなり開幕スタメン高卒すごいよね、マリノスはこれもすごい、三原さん、まあ、小村さん、ジョー俊介、サリーナス代表よ、ほぼサタデーナイト J